ました、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。挑戦してみますね。あ、これいいかもしれない。ありがとう。あ、じゃあ、生声よりはこっちの方がまだ聞こえやすいでしょうから、あ、じゃあ、今から始めます。どうも皆さんこんにちは。美味しいコーヒーの匂いと期待するケーキを待ち望みながら憲法カフェを新潟市でやると。で、急遽だったんですが、たくさん足を運んでくださいましてありがとうございます。まあ、衆議院選挙、渡辺英明さん、どうも本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は石月幸子さんと一緒に憲法カフェをやると。で、ちょっと声がいい具合にちょっと枯れてれってちょっと申し訳ないんですが、石月さんとは、今日も女のスペース新潟やいろんなところにも行ってきたんですが、私自身は議員になって16年目で、ちょうど議員になる前はむしろというか、そういう女性の人たちと DV や女性の暴力やさまざまな問題について取り組んできた弁護士でした。ですから今日は両方いろんな皆さんたちと会えてすごく嬉しいですし、この憲法カフェの場所を提供してくださった、お店の皆さん、相田さんはじめで、何はともあれ来てくださった皆さん本当にありがとうございます。で、憲法カフェなので、立ち上がってなんか街頭演説風よりはちょっと緩い感じで、でも真剣に楽しく話をしたいというふうに思っています。で、私自身は、憲法ってすごい身近っていうか、私は憲法大好きなんですね。憲法ってやっぱり女の子も元気でいいんだ、男の子も元気でいいんだ、そしてみんな元気でいいんだってすごくこう励ましてくれてるというふうに思います。で、私は例えば両親が結婚届を出さないで生まれてきた子供である婚外子って言われる子供の、例えば住民票の続き柄差別裁判、これは今は子と書いてありますが、かつては長男長女次男次女と婚外子だけ子と書かれるとかですね、あるいは戸籍の続き柄の表記、あるいは法定相続分の差別の問題、2対1だっていうようなことを含めて、裁判で、多くの弁護士さんと仲間の弁護士さんと裁判で争うと。で、その根拠条文が憲法だったんですよね。憲法14条、法の下の平等に反するじゃないかとかですね、幸福追求権に13条に反するじゃないかっていうので、裁判をいろんな裁判やってきました。ですから、こう裁判やるときに憲法がすっごい心強い味方というか、やっぱりその憲法の法の下の平等に反してるじゃないかっていう形で、実際憲法を使ってくるっていう感じなので、憲法ってその六法全書の中に閉じ込められてるというよりは、なんか使えるものっていうか、私たちの味方っていうか、これをもとにこう現行の法制度を変えるぞと、現行の法制度が憲法に合ってないじゃないかっていうような形でやってきたので、憲法はすごいこう味方というか、心の拠り所というか、応援してくれるものっていう、こういう感じなんですね。で、後で我らがというか石月幸子さんが話をされると思うんですが、憲法24条、私は憲法24条、憲法9条も好きなんですが、憲法24条もいいですか。石月さんじゃ先に使ってすいませんが、ベアテ・シロダ・ゴードンさんなんですが、憲法って実は一番好きな条文が13条の、個人の尊重と幸福追求権書いてある条文なんですね。そして9条も好きですし、戦争しないと決めた。で、憲法24条もすごく意味があると思っていて、憲法24条は家族の中の個人の尊厳と両性の本質的平等っていうのが入っています。で、個人の尊厳っていう言葉が入ってるのは24条だけなんですね。で、やっぱり家族の中の男女平等が入ってるっていうことも大きくて、憲法ってやっぱりすごい力があると思うのは、憲法24条ができたおかげで、それまでの戸籍法や民法の親族編相続編がガラッとこう変わるんですね。それはやっぱりすっごく大きなことだというふうに思っています。というのは何かっていうと、
いや今お客さんが来てなんかこれ憲法カフェなのでリアルの方がいいですか、ね、なんか 2階に行っていただくのは悪いような気もしますが大丈夫ですかね。いいですか、はいはい、またじゃ あ, のありがとうございます。で憲法24条が家族の中の個人の尊厳と男女平等を書いてあるので戸籍法と民法の中の親族編相続編の全面的改定を行わなくちゃいけないというふうになります。だから戦前は男女不平等と家制度、つまり、相続は長男家督相続制、長男しかもらえませんよとか、親権はお父さんにしかありませんよとかという形だったんですが、あのそれが全然あの全く男女平等になって変わると、戦前は家と家との結婚だったのが、戦後は2人の間の個人的な両性の合意で成立するというふうに変わるとかですね、それがやっぱりものすごく民法や戸籍法を変えていくんですよね。だから憲法が最高法規だから、その下にある法律や戸籍法が変わるっていうので、具体的にやっぱり法律改正の議論とかを聞くと、やっぱり憲法の力って大きいなと。だからあの憲法改正の論議が起きるときに、やっぱ憲法が変わると法律や制度も全部それに合わせて変わるので、憲法の明文改憲、解釈改憲も含め何なのかってすごく考えなくちゃいけないんじゃないかということを思っています。で、まあ、それがだからあの私が憲法24条ありがとうじゃないですけれど、あの憲法ありがとうとまあ思ってることなんですね。で、まあ、あのみんなの憲法24条という本も作って、みんながやっぱり憲法が変わって、どう思うかっていうようなこととかを書いたら、あのたくさん手記を皆さん寄せてくれて、公募でそれを本に集めたりしたんですね。やっぱり憲法の威力ってすごく大きいなっていうことを思っています。であの衆議院選挙が終わりっていうかですね、私はやっぱり今のちょっと政治状況と憲法についてちょっと聞いてくださいね。安倍内閣が今年の7月1日集団的自衛権の行使を合憲とする認める閣議決定をしました。新3要件で、この要件があれば武力行使が海外でできると。でも個別的自衛権の行使、外国が攻めてきて反撃できるのは、まあ、理解できるとして、集団的自衛権の行使、つまり自分の国が攻められてないにもかかわらず他国防衛を理由に外国で戦争することは違憲、違憲は違憲中のなんか下手なダジャレですが、まあ、あの自民党政権のいかなる政権も集団的自衛権の行使は違憲だと。でもし集団的自衛権の行使をやろうとしたら、それは憲法を変えなくちゃいけないって言ってきた。だからイラク特措法で小泉さんが自衛隊をイラクに送る時も首の皮一枚残して、いや非戦闘地域です、武力行使はしません、集団的自衛権の行使は違憲ですと言ってきたのが、ガーン集団的自衛権は合憲だというふうに言った初めての内閣で、これはすごいことだと思っています。で衆議院選挙が12月にあり、来年統一地方選挙が4月にあります。でそれが終わったら、予算も成立してそれが終わったら、5月の連休明けにたくさんの、そのガイドライン、あごめんなさい、閣議決定と日米ガイドラインの中間報告を踏まえた、まあ、その時は最終報告も出てるかもしれないんですが、18本以上の法律が国会に出てくる予定です。例えば自衛隊法、周辺事態法、 PKO 法、それから船舶検査法、18本以上で、周辺事態法は多分改悪になるっていうのは、日米ガイドラインの中間報告はグローバルな切れ目のないって言ってますから、周辺事態に地域を限定してないんですよね。周辺事態っていうのは1999年に法律ができますが、これは地理的概念じゃないと言いながらも、インド洋までは自衛隊行きませんよと言っていたわけです。でもこの周辺事態っていう概念をもう、あのこの間の日米ガイドラインの中間報告はなしにしていますから、今度5月に出てくるたくさんの、まあ、その閣議決定を具体化する法律がものすごく大変な中身です。であの閣議決定は無効ですが、まあ、この閣議決定だけでは自衛隊は動かせないわけですね。具体的に自衛隊を動かすためには法律が必要で、それが衆議院議員選挙も終わりました、自治体議員選挙も終わりました、
ね、石月さん頑張りましょうって終わりました。で怖いもんなしってなったら時にこう出てくるっていうことなんです。でそれはあの私はそのこんな法律を出しますって言って民意問うべきだと思いますよ。それをあの、選挙が終わって後から出してくると。で現に安倍総理は今度の衆議院選挙が終わった後にですね、集団的自衛権の、解釈改憲とは言うのが集団的自衛権を認めた閣議決定とそれからあのその法案法律を出すことに関して国民の皆さんの信任を得たと記者会見をしました。いやそこまで信任してないよっていうふうに思うんですね。でこれは安倍総理は5月だったと思うんですが集団的自衛権の行使が議論になった衆議院の予算委員会でこう言いました。私が最高権力者です、選挙の審判を受けますと。いやそれ間違ってるでしょうと。選挙の審判を受けても憲法を守らなくちゃいけないのはあなた自身でしょうっていうところが分かってないんですね。憲法が分かってない、立憲主義が分かってないというふうにあの思います。憲法尊重擁護義務が憲法99条にあって、天皇摂政公務員、裁判官国務大臣は憲法を守らなくちゃいけない、とりわけ最高権力者は憲法を守らなくちゃいけない。憲法はあなたの上にあるのであってあなたの下にあるんじゃない、憲法を守れ安倍総理って本当に思いますが、それが分からないから選挙の審判受けました、私が最高権力者です、法律出します。だからこれからはやっぱりその、さっき内田さんがおっしゃった、っていうかあのここの店主がおっしゃった、相田さんがおっしゃった、安倍政権の暴走を許さない、っていうか私は今やっぱりやりたいことはあのこの5月に出てくるだろうたくさんの戦争するためのあるいはさまざまな立法をとにかく国会に出させない運動をですね、国会であるいは国会内外で本当にやっていきたいというふうに思っています。だから武器使用の緩和をする、駆けつけ警護も認めるかもしれない、集団的自衛権の行使を認める、船舶検査の後例えば臨検していろんなことができるようにするとか、いろんなもの、あるいは、集団的自衛権の行使もすごく問題で武力行使することも問題なんですが、実はもう一つちょっと細かいですが、自衛隊出すとき、いやこれ集団的自衛権の行使ありませんよ、武力行使をしません、これは単に米軍に対する、2階の人にも手を振りますが、ありが熱心に聞いていただいてありがとうございます、これは後方支援ですと、後方支援ですと、武力行使じゃないですと、これはこういうことなんですね。今までは自衛隊は非戦闘地域しか行けなかった、武力行使しないときもね。でどこが非戦闘地域かと小泉さんは聞かれて、いや自衛隊が行くところが非戦闘地域だって名言残したんですが、概念は現に今戦闘行為が行われておらず、将来に対してもその戦闘行為が行われない場所っていうのが非戦闘地域なんです。しかし今回それを変えて戦場以外には自衛隊は行けるんです。戦場っていうのは今戦闘行為が行われているところだから、将来戦闘行為が行われる場所であっても戦場以外には自衛隊は行くんです。そして後方支援として武器弾薬を米軍に提供する、これは今までは一体化の一体化だから憲法9条に反するといい、名古屋高裁はイラク特措法にも憲法にも今の自衛隊が武器弾薬を運び米軍を運びやってるのは、違憲だとこう言ったわけですが、今度 の, その日米ガイドラインの中間報告閣議決定で集団的自衛権の行使ができる余地を残したことと、いやいやこれは集団的自衛権の行使でなく後方支援っていうかねと言いながら、もう戦場のすぐそばで米軍と一体となって戦争すると。で集団的自衛権の行使ができる自衛隊が今ドンパチやらなくても戦場のすぐそばで、武器弾薬の提供できるということはやっぱり武力行使の範囲をとても広げるというふうに思ってるんですね。その意味でたくさんのことができる法律が出てくると。で一般法通則法も出てくる可能性があるんですね。というのは今まで自衛隊を海外に送るには新たな立法が必要だった、だからテロ特措法イラク特措法で国会でこの
大量破壊兵器は本当にあるのかなんていう議論やったが、もうそういうことをやりたくない。だから多分ですね、おそらく出してくるだろうと。で、米軍活動支援法、米軍戦争支援法っていうと、